始め。はい、どうも、アキトントンです。今回は、平方根の情報公式っていうことでやっていきます。はい、いきなりやけど、この3問な、動画止めて解いてから、確認してもいいですよ。で、まあ、展開公式って今まで文字で与えられてたけど、普通に、ルートとか数字でも計算できる。まあ、ルートっていうのは文字ってなんとなく教えたかもしれへんねんけど、その感覚でやってくれたら、今普通に2乗って言われたら、左の2乗と右の2乗と、ここと、ここと、ここ全部かけたやつやで、みたいな教えたと思うねんな、展開公式の動画で。だから、それを同じようにやったらいいだけ。だから、ルート後の、2乗真ん中はこのルート5とマイナスルート2と2をかけたやつ、つまり符号的にはマイナスやから、マイナスルート5をかけるルート2かける2みたいな感じな。 OK、 マイナス2かけるこれかけるこれでもいいで、掛け算は入れ替えれるから。で、最後はマイナスルート2の2乗やから、まあ、書くとしたらこんな風に書いたら分かりやすいんかな。OK。 で、あとは普通に、展開して計算するだけ。ルートの2乗っていうのは外れるだけやから簡単と。OK。 で、ここはルートの掛け算は中は中、外は外で計算するから、マイナス2ルート10と。で、ここはマイナスの2乗やからプラスになって、ルート外れてプラス2と。OK。 で、あとは普通に計算して、7-2ルート10な。いける？これが答えな。基本的にマイナスを真ん中に置いた方が綺麗って言われるから、このままいくと。で、次、これ、同じようにやるだけやねんな。こっちが数字でも何でも関係ないよ。で、今回、もういきなりやってみようか。こんなん書かずに、最初はこっちの2乗やから、ルートが外れるだけやから、そのまま書いたらいいねんな。ルートが外れたやつ。で、中っていうのはルート 3×-5×2 って感じで、-10√3 になるの分かる？いける？で、次はマイナス5の2乗やからプラス25になる。OK。ちょっと早いなって感じたら、こんな風に毎回書いてくれてもいい。慣れてきたら書かずに、こういう風に計算できるようになれな。ちょっとずつ自分でステップアップ試してみてください。で、ここで計算すると28になるから、答えは 28-10√3 と。OK。なんとなく分かってきた。で、最後、これも同じようにするで、ちょっと鬱陶しいけど、ルート3を2乗するから、3になると。で、その次、ルート3と、3ルート5と2を掛け算する。で、外は外の掛け算やから、3×2 になって6な、外は。OK。で、中は中の掛け算、ルート3とルート5やから、ルート15。OK。で、最後は3ルート5の2乗。外は2乗されて、中はルートが外れるだけ。だから、9×5 のことな。いける？で、これ計算したら45やから、これも頭の中でできるようになるな。45な。で、これ計算すると、48+6√15で終わりと。OK。普通に、展開公式そのまま使っただけです。あとは平方根の計算できれば OK ってことね。はい、今回はこんな感じで、どうでしたか？で、前回も情報公式のやつやってると思うんだけど、その時にも言ったけど、これは、展開公式と平方根の計算が合わさっただけやから、これが難しいって感じたら、どっちかが欠けてる、どっちかできてないから、そっちから復習してください。で、慣れていったら、今回の後半にやったような計算をちょっと飛ばすっていうのも試してみてください。飛ばしてミスるんやったら飛ばす前に戻らなあかんで、慣れたら飛ばすって感じで、ステップアップ自分でちょっとずつしていってください。もう一回問題と答えあるので、ぜひ復習してください。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録しながらぜひチャンネル登録してください。で、クラス LINE とかにもパッて貼ってみんなで勉強しましょう。バイバイ。最後まで見てくれありがとう。